くれたんだな。協力に感謝する。この間の闇夜の英雄の件について他に情報はないだろうか。それもそうか、こっちが先に情報を共有すべきだったな。騎士団の礼儀に欠けていた。実はこれを見てくれ。うわっ、へったくそな字。しかもよく見たら読めないところがたくさんあるな。ああ、ほぼ共通語ではあるが暗号のようなところも多々ある。読めるところだけ見ると大体の内容はわかるがな。これはアビス教団が闇夜の英雄に宛てた果たし状だ。つまり闇夜の英雄は悪い奴らに狙われているのか。その通りだ。可能であればなるべく早く彼と共に対策を練りたいんだよ。これは闇夜の英雄一人だけではなく門戸全体に関わる問題だからな。ああ、何か気づいたことがあったらいつでも来てくれ。アビス教団からの果たし状か。大変なことになるぞ。早くディルックの旦那に教えてやろう。アビス教団からの果たし状のことか。もう知っている。わざわざ知らせに来てくれてありがとう。うえ、暁ワイナリーの情報網はビジネスだけじゃないってことだ。じゃあディルックの旦那はどうするつもりなんだ。君たちの意見を聞かせてくれ。それではアビス教団の思うツボだ。奴らは僕と騎士団の間に確執があると感づき、僕を騎士団の前に引きずり出そうとしているんだ。僕の正体が騎士団に露呈すれば、今後の行動は騎士団の制限を少なからず受けることになる。権力を握っている組織というのは、部外者が代わりに正義を執行するのを許さないからね。教団のやつらなんて難題を投げつけてきやがるんだ。ずる賢いにも程があるぞ。無論方法はある。だが情報が必要だ。果たし状にわざと隠されていた情報がね。わざと隠されていた？読めない部分のことか。あれはやつらだけが読める暗号のようなものだろう。
つまりあれは単なる果たし状ではなく、奴らの行動通達の一種なんだ。双方の立場が対立した時、一方にとっての英雄はもう一方にとっての悪人となる。僕は長いこと奴らにとっての悪人となってきた。アビス教団が僕という目標を見据えることで、その力はより団結を増すことになるだろう。英雄になるためにはディロックの旦那みたいなすごい頭脳が必要なのか。ただ奴らのことに詳しいだけだ。英雄とは見方を変えれば悪人だからね。でも読んでもわからない部分についてどうすればいいんだ。簡単さ、わからなければ聞けばいい。奴らの拠点はすでに把握している。興味があるならついてくるといい。